ここでカーブ、ここで外のボールを出せました。セカンドバックを追ったら4回速度を取ってスリーアウト。津村さんというバックパンプを出して10点間ストレートを打って打球は左中間だ。センター打っていって、センター高川圭太打っていって、どうか追いついた。さあ中間高川圭太押しつきました。走ってカーブを打ってセンターの前、センター高川圭太追いついてランナー飛び出して、さあ戻れるか。一塁は一塁はアウト。ダブル4対1。この3連戦2勝1敗勝ち越し、山下俊平がボール